ちょっとビールだけ。ジェスチャーやボディーランゲージは国によって意味が異なる場合がある。イエス。合ってた。差別やハラスメント、いじめの中に人権問題に当たらないものがある。もう絶対やってない。デビューしてるから雰囲気出してるな。ホテル着きました。少ししてマッサージ受けて食事とって、あとはゆっくりします。3年生の一発目、いいスタート切れるようにしっかり準備したいと思います。今ミーティングしてきました。今日は相模原と試合です。前節の千葉と相模原の試合を僕は見たんですけど、結構引いてね、ディフェンスしてる感じだったんで、なかなかこう5枚並んでるところに侵入していくのは難しいと思うんですけど、うまく戦って3連戦の最初勝ち点3ちゃんと取ってかれるようにしたいと思います。今日もいい準備します。お、短く終わらそうとしてる。俺がヘディンガーってことが伝わりましたね。またアシスト、初アシスト、初アシスト、あんなに綺麗に入ることある？めちゃめちゃ確認した。これニアシソメついてません。ええ？あれで？タクマくんです。弁当取り忘れた。今日の試合は5対1で勝ちました。開始8分で雷で1時間近く中断して、再開してすぐね点が入ったんで、ゲームうまく進められたと思うんですけど、今日もアシストできて、清がうまくヘディングで決めてくれてよかったです。もうすぐ水曜日にまた中3日で京都と試合があるんで、しっかり備えて、順位的に言ったらね1個下の京都ですけど、しっかり勝てる準備をしたいと思います。お疲れ様でした。
今シーズン初ゴール。カメラ向けると弱いんだよな。練習終わりました。家帰ってご飯食べて川崎と名古屋のゲーム見ます。ここは囲まれて研究されても三笘は仕掛けていきます。自分だけでいかないと周り使うの前ですからね。三笘来ました、引きつけて当たって、今日は京都サンガと試合です。京都は3位で僕ら今2位につけてて、勝ち点3差だし、こう直接対決みたいな、ね、上位の直接対決みたいな試合にはなると思うんですけど、宇高選手って強力な選手もいますし、セットプレーで点取れるバイス選手だったり、こう本当強いチームなんだよね。強度も高いと思いますしね、攻守において。だからすごい楽しみですね。まあもちろん難しい時間帯もあると思うんですけど、90分終わった時に勝ってれるようにね、勝ってれるようにしっかり戦いたいと思います。今日の試合は0対0の引き分けでした。押し込まれる時間帯も長かったですけど、しっかり耐えて、もちろん勝ちたかったですけど、最低限勝ち点1取れて、良かったと思います。もうすぐ中2日でね、もうアウェー姫戦があるんで、しっかり準備して、中2日はかなりハードなんだね。3連戦の最後、しかもアウェーでしっかり準備したいと思います。ありがとうございます。
めっちゃ邪魔するやん。すごいな。出てる？出てないっすよ。ホテル着きました。これからミーティングでご飯食べてマッサージ受けて明日に準備しまーす。今ミーティングしてきました。今日も右サイドバックでスタメンです。3連戦の最後で中2日で結構ハードなゲームになると思うんですけど、ゼロでねゲーム進めながら90分終わった時に勝てられるように今日もハードワークしたいと思います。いい準備します。ありがとうで心が頑張る。明日は母の日です。すべてのお母さんに感謝を伝えましょう。できました。今日は1対1の引き分けでした。3連戦の最後、まあ、苦しい試合でしたけど、まあ、本当は勝てたらよかったですけどね、まあ、先制したんでもうちょっとゲームをうまく運べたらよかったんですけど、まあ、最後の精度の部分とか、まあ、何回か僕も決定的な仕事できそうなシーンがあったんで、まあ、結果につなげたかったですね。まあ、次切り替えてまた1週間空くんでしっかりコンディション整えてしっかり体休めてまた戦いたいと思います。お疲れ様でした。